ペラゴルニス・サンデル氏は、北、アメリカで化石が発見され、現在は絶滅している鳥で、飛翔する鳥類としては、史上最大と考えられる。ペラゴルニス類の研究は古く、1857年、フランスのエドワール・ラルテにより、翼の部分の骨格化石が報告され、ペラゴルニスの名が与えられている。すでに、アホウドリの2倍もの大きさであった可能性も示唆された。 1873年にはイギリスのリチャード・オーエンが頭骨を報告20世紀に入って多くの化石が追加され全貌が明らかになった。現時点で最大のためであるペラゴルニス・サンデル氏の化石は1983年にサウスカロライナ州のチャールストン国際空港の新ターミナル建設現場で掘り出された。この鳥が生きていた2500万年前、ここは 海面が10メートル高く、海であった。発掘を指揮したアルバート・サンダースは、古代のクジラの専門家で、チャールストン博物館の館長を務めた研究者である。発見された、頭骨、翼、脚部の骨は長らく、チャールストン博物館で引き出しにしまわれたままだったが、ある日サンダースが、米国ノースカロライナ州立大学、ブルース博物館の鳥類古生物学者、 ダニエル・セプカにそれを見せたことで、この鳥は2014年にセプカによって新種と同定され、サンダースにちなんでペラゴルニス・サンデルシと命名された。ペラゴルニス・サンデルシの化石は2500万年前のものであり、これは全身世のチャッティアンにあたる。ペラゴルニスのサイズはこれまで最大とされてきたアルゲンタビスを上回るものである。羽毛を除いた場合、 アルゲンタビスの翼海長は約4メートルだが、ペラゴルニスサンデル氏はさらに約1.2メートル以上長い。チャールストン空港から出土した極めて保存の良い骨格とこれまで発見された他のペラゴルニス類の標本を比較検討して質量、翼海長、翼形状を推測し、復元した結果、 ペラゴルニス・サンデル氏の翼海鳥は6.06メートルから7.38メートルに及んだとセプカは記している。もし大きい方の見積もりが正しいならば、現在生息する、飛翔可能な鳥のうち最大の翼海鳥を持つワタリア、渡りやド鳥の2倍以上にあたり、かつて発見された、飛翔可能な鳥のうち最大となる。一方、翼骨は、厚さ1ミリほどと非常に脆弱である。 体重は2 1 9キログラムから4 0 1キログラムと推定され、これは鳥の飛行原理に関する一般的理論からしてあまりに重く、この鳥がまさか飛べたとは驚きだと複数の科学者は述べている。足は短くずんぐりしている。ペラゴルニスカノタの種と同様、ペラゴルニスサンデル氏も腹足きものを持つが、それは現在の動物のそれとは異なる。 セプカによると、エナメル質はなく、思想に生えているわけでもなく、一生を通じて抜けたり生え変わったりもしない。これは、くちばしから伸びた骨質の突起であり、生きていた時には、くちばしの表層と同じ成分でできた膜が表面を、覆い、獲物を引っ掛けて離さないよう役立ったとみられる。現在の大型鳥類が、上昇気流を利用して高高度を飛行するのと異なり、 ペラゴルニス・サンデル氏のようなさらに巨大な海鳥は、海上の抵抗度を、クライダーのように、長距離、長時間にわたって滞空していたと見られる。セプカは、この鳥が飛べたのは、比較的小さな胴体と長い翼が一因であり、それゆえ、アホウドリのように、洋上で長時間を過ごし、海面から吹き上がる風流を利用して、対空を続けたと考えている。 従来の飛行モデルからすると、ペラゴルニス・サンデル氏の翼は、長さに比してあまりに脆弱であり、また体重も重く、この鳥の飛行能力は疑問視されていた。しかしセプカは、コンピュータを使い、この鳥の飛行筋肉エネルギー、羽ばたく、スタイル、体格など、各種の推定値を24パターンにわたってシミュレーションし、その結果この鳥は、上昇気流に効率よく乗る能力を備え、 一旦飛び立てば大きな翼の翼端に生じる乱気流の効力を受けにくく、一週間以上にわたり、対空することも可能だったであろうという結論に至った。最大飛行速度は時速 40km ないし 60km と推測されている。離陸能力について、セプカは、強風に乗って体が宙に浮かぶのを海岸でひたすら待っていたと推測しており、 あるいは崖の端から飛び跳ねることによってのみ、離陸できたのかもしれない。また着陸は、脆い羽を持つ、この鳥にとって、危険を伴うものだったと思われる。南カリフォルニア大学の解剖学者、マイケル・ハビブは、ペラゴルニス類の短く強い後足には、水かきがあり、骨は、強大な筋肉を支ええたため、翼会長に比べれば、小さな体育を、 水面から離陸させるのに有利であったろうと唱えている。ペラゴルニスサンデル氏の6.06から7.38メートルの翼海鳥は基地の鳥類の中で最大と思われるが、さらに大きな飛翔可能な基地の動物には遥かに及ばない。ハツエゴプテリクスやケツアルコアトルスのような空飛ぶ翼竜は10から11メートルの翼海鳥を持っていたと考えられている。ありがとうございます。